トリノオリンピックにおけるバイアスロン副車立車バイアスロンとは2種競技のこと。ラテン語で2を意味する、セ折等自イマイナスにアスロンを合成した造語。一般にはクロスカントリースキーとライフル射撃を組み合わせた冬の競技が有名だが、ランニング、自転車、ランニングを投資で行う夏のバイアスロンも存在する。バイアスロンの原型はスキーでのを駆け回り、 銃で獲物を撃つ冬の狩猟であり、これが後に雪中戦や森林警備隊の技術として用いられるようになった。競技としては18世紀後半にスウェーデンとノルウェーの軍人が行ったのが始まりと言われている。その後1861年になって、ノルウェーでそれまでの狩猟や戦闘技術として用いていたことをスポーツとして行い、 民間レベルの国家防衛力向上のために世界初のスキークラブトリンシュルライフルスキークラブが設立された。競技としては1924年シャモニー、東京オリンピックで軍事偵察競技というスキート山も含めた競技が公開競技として行われた。その後、オリンピックで3回行われた以降は実施されていない。その後のオリンピックで 男子は1960年スコーバレー、冬季オリンピック、女子は1992年アルベールビル、冬季オリンピックから正式種目となった。現在に至るまで多くのルール改正があったが、一番大きなものは1976年に30後継ライフル弾を使用する大口系銃から22後継競技用ライフル弾を使用する小口径銃に変わったことである。競技種目は個人、 個人を射抜き、短距離、リレー、ミックスリレー、マススタート、スーパースプリントクオリフィケーションファイナルの7種からなる。ライフル射撃は射撃位置と的の間が50メートルあり、スキーで走り込んでから射撃を行う。この際、心拍、呼吸ともに乱れた中での精密射撃が求められる。2010年バンクーバー冬季オリンピックでは、マタギの孫娘という冬季千里教育隊の鈴木、 冬子が競技歴3年でありながら出場したことからも射撃の才能が必須の競技と言えるが、オーレ・アイナル・ビョルンダーレンのように高くない射撃の得点をスキーで挽回する選手もおり、本人の特質に合ったやり方が重要である。銃を扱うことから、世界的に見ても競技者は軍隊、警察、国境警備隊等に所属している競技者が多いが、ヨーロッパにおいては民間人や、 賞金レースで稼ぐプロの競技者も多い。特に発祥とされる北欧諸国ではシーズン中は毎週のようにレースがあるなど環境が整っているため競技者の量、質ともに充実している。なお、バイアスロンは国際スキー連盟には属さずオーストリアに本部を置く国際バイアスロン連合という独自の組織を持つ。重騰法の問題もあって 日本の競技者は自衛官である、自衛隊体育学校陶器特別体育教育室、陸上自衛隊陶器戦技教育隊及び、普通科連隊、特科連隊、戦車部隊等に所属する訓練隊の隊員がほとんどであるが、少数の民間人競技者もいる。1998年長野冬季オリンピックで、陶器戦技教育隊の高橋良子が6位、入賞しているが、 それ以降はこの成績を超える者はいない。国際的には競技用ライフルを使用するが、日本国内では自衛隊のライフルを使用する大会がある。競技ルール的には、一般銃と分類され競技用、ライフル選手とは別に競技が行われる。選手は自衛官であるが、競技人口は競技用ライフルの選手と比べ多い。大会には、陸上自衛隊の北部方面隊及び、 東北方面隊所属の普通科連隊、特科連隊及び海上自衛隊等のチームが参加している。競技用ライフルの弾層には5発が装填でき、各射撃でも5発を射撃する。しかし、リレー、ミックスリレー、スーパースプリントクオリフィケーションファイナルでは予備弾3発の使用が許されている。そのため、ライフル本体に弾層を4個。 予備弾数発を収納できるような構造になっている。一般銃においては安全管理上の問題から断層を傾向せずにスキー滑走となる。日本国内の競技者も全日本スキー連盟には属さず日本バイアスロン連盟に所属している。選手の射撃位置は個人種目は特に制限がなく、リレーやマススタートにおける最初の射撃位置は指定されており、それ以外の場合は、 先着順で決定する。順位は、スプリントは滑走所要タイム、個人は滑走所要タイム、ペナルティタイムの総合タイムで決定し、それ以外の種目は着順で決まる。なお、選手同士の接触、転倒と射撃エリアの渋滞を防止するために、世界選手権などでは、個人追い抜きやマススタートで決勝進出人数の制限が存在する。基本的には、 冬季競技だが、スキーをローラースキーに変えたローラースキーバイアスロンやランニングによるランニングバイアスロンが、下季のトレーニングだけでなく、個別の競技として行われている。またヨーロッパでは、メジャーな競技であるため、自転車を使うマウンテンバイクバイアスロン、オリエンテーリングと組み合わせたオリエンテーリングバイアスロン、伝統的なスタイルを踏襲し、スノーシュート、先込め式銃を使用する、 プリミティブバイアスロンなど多数の変形競技が存在する。中でも銃ではなくアーチェリーを使うアーチェリーバイアスロンは世界的に競技人口の多いアーチェリーと組み合わせることで既存のアーチェリー選手だけでなく銃規制が厳しい国の人間にとってもハードルが低くなるため近年ではヨーロッパ以外でも広まりを見せており日本においても少数ながら競技選手や 競技会が存在する。主にスポーツ競技に力を入れている学校出身者のほかに元自衛官や自衛官の身内を持つ者などが民間人競技者として登録されている。ありがとうございます。